ホビーウイングゼラン XR10 ストックスペック G2 をリリース。 XR10 プロストックスペックの後継機種ストックスペック G2 がリリースされました。逆接続保護回路が内蔵されており、バッテリーの逆接続による ESC の損傷を心配する必要がなく、問題を効果的に解決します。最大連続出力電流は80アンペアから100アンペアに増加しています。同じ実験条件下において以前のモデルに比べ発熱を下げることができています。 ESC の安定性と信頼性がさらに向上しました。スイッチモードベックの最大連続電流が3アンペアから5アンペアに増加、瞬時最大電流は6アンペアから10アンペアに増加。強力な内蔵ベックは高トルクおよびハイボルテージサーボの入力電力の要求に簡単に応えます。オンロード車とオフロード車の異なる配線ニーズを考慮して ESC の入出力ラインの位置を最適化し、配線を容易にしています。旧ストックスペック ESC と比較して 14.3% ESC の高さが低くなっています。 ESC の重心が下がり、ドライバーがシャーシバランスを調整しやすくなりました。 ESC を OTA Bluetooth モジュールに接続した後、HW リンクモバイルアプリを通じて ESC に接続し、リアルタイムデータ記録機能をオンにすると、スロットル、電圧、電流、温度、速度などのデータをリアルタイムで表示できます。また OTA の内蔵メモリにはデータを記録できるため、ドライバーはレース後に HW リンクを使用してより詳細なデータ分析を行うのに便利です。 Bluetooth の有効伝送距離は約5メートルです。マイナス10から10のスロットルとブレーキの曲率とカスタムカーブの調整が可能です。スロットル曲率を調整することで出力をより激しくまたは柔らかくすることができ、ブレーキ曲率を調整することで前後セクションの制動力の配分を実現できます。ドラッグブレーキ周波数パラメータ項目とブレーキ周波数パラメータ項目は独立しているため、ドラッグブレーキとブレーキが互いに干渉することはありません。ドライバーはドラッグブレーキとブレーキ機能をより正確に調整できます。 RPM 速度制限値1万から8万8000 RPM の選択は LCD プログラミングボックスまたは OTA モジュールを通じて設定されます。これによりシンプルで便利で様々な競技速度制限のニーズに対応します。製品仕様、通常電流値100アンペア、瞬間最大電流値500アンペア、適応モータータイプ、センサー式センサーレスブラシレスモーター、適用車種10分の1ストッククラス、オンロード&オフロード、ドリフト、適用モーター 10.5 ターン10分の1オンロード、 13.5 ターン10分の1オフロード、ドリフト、使用可能バッテリーニセルリポニッケル水素またはニセルリフェの場合、カットを無効に設定して使用可能。ベック出力 6V、7.4V、5A、スイッチングモード、クーリングファン 25mm×25mm×10mm、 内蔵ベックで駆動。サイズ 34.8mm×30mm×13.8mm、 重量 63g、 コネクター、ワイヤー、入力側 ESC にはんだ済み、出力側コネクタなし 13AWG、 ESC プログラミング独立したプログラムポート PRG をプログラムボックスに接続。価格は定価 22,550円、税込みとなっています。それではまた次回お会いしましょう。